神奈川県立吉田島高等学校は神奈川県足柄上郡改正町に所在する公立の高等学校。2017年4月に農業計算学科の現校名に校名変更して発足。もともとは2010年4月に神奈川県立吉田島農林高等学校を総合学科高校として再編した神奈川県立吉田島総合高等学校として開校。 高知は吉田島農林高等学校のものをそのまま使用し、校舎設備は耐震補強工事を施しリニューアルした。総合学科としては1学年6クラス体制で、1学年からは農業と必修科目を総合して選ぶカリキュラムだった。県内の高校では唯一演州林を持ち、演州林の宿泊実習のための黒が畑寮がある。 農林高校を母体として開校された高校なので、学校の敷地内は緑が多くある。古い校舎を使った授業も展開されており、5教科の他に農業に親しめる高校である。教室内の授業だけでなく、屋外での授業が充実している。多ウン総合学校高校のため、少人数編成の選択科目が数多く設定され、先生と触れ合う時間が多く、 また、マンツーマンに近い指導により確実に力をつけることができる。また、資格取得を積極的に取り入れており、進路についても実績がある。校内の水車がかかる水路には、ホタルやサワガニが生息し、水と動植物に恵まれた自然豊かな環境に囲まれ、心にゆとりを持った学習ができる。農業の専門科目の実験施設、設備がとても充実している。 さらに、櫓沢演習林管理実習、櫓沢演習林ぐが畑医療宿泊実習を行い、広大な敷地の中、演習林管理実習、測量実習、集団生活を通して自然との触れ合いや基本的生活習慣を学ぶ体験学習の場になっている。ありがとうございます。